巨人遺跡の理由判明する。ライデル・マルティネスは母国キューバの野球場で巨人との契約に署名。その後、報道陣に対し、読売ジャイアンツと契約できてとても嬉しい。ジャイアンツはセリーグで最高のチームの一つで、常にプレーオフに出場しています。先発投手は非常に優れており、必要な時にいつでも投げられる準備ができていると語った。続けて、私の夢は日本シリーズに出場して優勝することなので、これは私にとって非常に良い機会です。ジャイアンツなら決勝に行くチャンスがある。日本で最も重要なチームの一つのクローザーに私を選んでくれたのでとても嬉しいです、と日本一が目標と決意を口にしたという。ついさっき日本シリーズ優勝した球団にも誘われたはずでは。これじゃまるで中日ならチャンスがないみたいじゃんか。つまり立浪が A クラスに入ってれば優質はなかったってこと。これフラグ立ったな。巨人大失速、中日日本一のな。抜けた途端に古巣が優勝するパターンもあるぞ。読売は2013年以来日本シリーズの勝利がないし、日本一も2012年以来ないのに。巨人にも中日にも菊池不祥発言はやめ